さあやっていきましょう、ビタミン X エボリューションウィンターロマンス版ファンディスクですねやっていきましょうということで今回は、キオルートクリアということでキオのウィンターロマンス版やっていきましょう。マジ俺様だってのそうだなキオ様だな。キオ VS キヌガサ戦いはいつも突然にいつも戦ってんだろ突然っていうか常に戦いだろここは。キオハル VS キヌガサ戦いはいつも突然に。もうちょっとやる気出せやる気出せタイトルコールぞみんなの誘いはありがたいけれど私は私で部屋を選ぶわということで、スキー合宿行きた面々が、面々です、はい、スキー合宿というかスキー補習というかで、誰の部屋を選ぶかというのでルート分かりですね。はい、ですこの洋館は広いし今後のことも考えて泊まる部屋は慎重に決めないと。その代わりに追試補習担当の僕たちがみんなの隣の部屋を取りますから安心してください。ゲッってことは俺様の隣はお化けか。おや何か不満でも。お化けの隣なんて何が出るかわかんねえ絶対嫌だな。いやお化けってかねもう悪魔なんですけど天地がそっくり返ってもごめんだぜ。天地がそっくりひっくり返そっくりんそっくり返るってどういう意味だろう。え、なんつった？ひっくり返ってってん？なんつったよ？あ、間違えた。なんて言った？天地がそっくり返っても、ああ。天地がこれ突っ込みどころかな？これ突っ込みどころ臭いな。天地がそっくり返っても、あ、だよね。あるかよ。やっぱ、まだわかりやすいわ。衣笠先生、さっぱりわからんかったもんな、突っ込みどころ。天地がひっくり返っても、じゃない？僕の隣の部屋は、むしろ安心だと思うんですけどね。どこが安心だ？今までのこと忘れたんかよ、お化け！何のことでしょうね。でも決まりは決まりですから。あ、東雲くん、部屋に案内してください。だってこの展開考えると東雲さんも悪魔の可能性がないか。冷静に考えるとこれ東雲さんも悪魔の可能性があるな。悪魔族の可能性が出てきちゃうな。天地がそっか、そういうパターンか。悪魔族か。そうね。天地がそっくり返るのはごめんよね。お？珍しく意見が合うんじゃない、ブーちゃん。僕の隣の部屋は、ね、では私たちもそれぞれの部屋に荷物を置いてこようか。はい、大鳥先生大丈夫。大鳥先生生きてる亡霊の可能性はないか。結局私はどうしよう。もしよろしければおすすめの部屋があるんですがいかがですか。出たな、東雲殺人鬼どうなってんのこれどういうこと。悪魔なのか殺人鬼なのか両方なのか。あ、素敵なお部屋。迷子になりやすいとの話を伺いましたのでロビーに近い部屋を選ばせていただきました。ここなら迷われることはないかと。ここまで何週かやってきてるけど未だ東雲さんの正体がよくわかんないもんな。謎キャラすぎるもんな。お気遣いありがとうございます。助かります。これ左側のなんか馬みたいな、何やれ、ウサギだか馬みたいな。では本当に悪魔じゃないの。私はこれで失礼いたします。あれ悪魔像じゃないの。悪魔像に見えてきた。もうダメだ、疑いが。それにしてもこのお部屋は素敵だわ。可愛い調度品、日当たりの良い窓、小さな天窓もついて。天窓ついてんのこれ。天窓ついてんの。夜になれば星空も見上げられるかもしれない。もしかして一番いい部屋なのかも。いろいろな部屋を見せてもらったけれどなんだかこの部屋は特別にいい部屋のように思える。あ、大きな鏡もついてるのね。ちょ、特殊報道部の記憶が蘇るな。楓ちゃんが映った自分が、こっち向いてるみたいな。反射してる鏡の中の自分に意志があるみたいな。少し部屋には似つかわしくない豪華な姿見。こわ、私の体どころか部屋全体まで映る。え、ちょ、だって盗撮されない。なんだかお姫様気分よね。お姫様って顔か、相変わらずだな、ブーちゃんは。平然とお姫様の部屋に入ってくんな。乙女の部屋に平然と入ってくんな。あ、清原くん、俺さま、ブーちゃんの部屋の隣に移動になってから挨拶に来てやったぜ。ただで挨拶に来てるわけじゃねえよな。お土産の品出しな。移動？何かあったの？あ、ちょっとすげえことになったよ。何？聞きてえか。いや、別にいいです。怖いけど聞きたいわ。俺様の部屋の隣に衣笠お化けが来やがったから部屋の中に毛虫100匹突っ込んでやった。お前本当に恐れ知らずというか鋼メンタルというか。お前うわ、なんてえげつないいたずらしてるの。
いつものことだ、急にすんな。なんかそのまま突っ込んだ毛虫が全部成虫になってガになってお前の部屋に襲ってくるみたいな展開起こりそうだけど。たらよ、あいつ俺様の部屋のベッドにダンゴムシを200匹ぐらいいつの間にか突っ込んできやがった。あ、優しいな毛虫に対してのダンゴムシだったらめっちゃ優しい感あるけどな。ほうきでさっさっと吐けるじゃん。それ本当に衣笠先生の仕業？いつものことだ、気にすんな。そんな邪悪なやり取りを清春くんと衣笠先生が繰り広げていたなんて、そっちの方がちょっと怖いです。うん、そうだね。絹ちゃんは仕返しっていうか普通になんか回避したりとかそういう感じだったからな。やり返したんだ今回は。そしたら今度はカメムシ300匹入れといてやったんだけど、ちっと失敗した。お前ら今冬だってこと分かってる？クリスキー合宿だってこと分かってる？どこで手に入れたんだよそれ300匹も。絹川先生に見つかったのね。ちげえ、んなヘマはしねえ。臭すぎて俺様の部屋まですっげえ匂いになった。んでこっちに移動になった。それってなんか修繕費とか払わなくていいの？修繕費とか発生するやつじゃないの、ハウスクリーニング的なものが。うわあと片付け大変そうね。まこれハーフロード、なんとかすんだろやっぱりハーフロードの仕事なんだ。バイトの仕事なんだこれ。お前業者だろそれ。うわあ、すごい匂い。七瀬くんお願いしますよなぜかたまっちりを受けるなぜかたまっちりを受けるハーフロール。なぜ俺がカメムシとかダンゴムシとかケムシとか片付けなきゃならないんだ。ケムシもですか？ケムシもそうなんですか？先導呪う、呪ってやる。いや半分違うんだけど半分気になっちゃうんだけど。なーなに、なんか悪口言われてる感じするぜ。ハーフロール、バイト&奉仕活動なんだからな、きっと後片付けさせられてるんだろうな清春くん、こんなところにまで来ていたずらなんかしちゃダメでしょ。いたずらじゃありません、お隣さんへのご挨拶です。ご挨拶というよりも追い出すための嫌がらせにしか思えないんだけどね。ってわけでてめえにも挨拶の品だ、ほら受け取れ。おい、なんだ、何を追ってきた？え、いやいや、爆発物を投げ込むないきなり煙玉なんて投げないで。ハーンのご挨拶代わりだぜ、今日からてめえの隣の部屋だ、よろしくな。あ、怒ったわよやっとやる気になったな。やっぱり追試補習を絹川先生だけに任せておけません。いや任せた方がいいんだって、それはそれの方が清に効くんだって。私も追試補習に参加します。何今の今の、なんかあれだな、真っ白になるとなんか前のバッファーが残ってんだな画像としてと、立ち上がった拍子に何かにぶつかった。シャオブーちゃん危ねえ、鏡が倒れてくっぞ。ああこういう時本当にちょなんか変なの映ってるから。いおい、鏡割れちまったけど怪我してねえな、破片に触んじゃねえぞ。え、うんって、ちょっと清春くん、手から血が出てるよ。あ、ちっと切ったみてえだな。ま、このぐらい舐めとけ、なんだ。早くハーフロール呼ばなきゃ後片付けさせなきゃ、ハーフロールに。何言ってんの、パイキンが入ったら大変でしょ。薬箱、あった。いい、じっとしててね。はい、できた。おめえ不器用だな、包帯ぐちゃぐちゃだぞ。悪かったわね、包帯巻くレベルでの絆創膏じゃなくて。申し訳ありません。いえいえ、お気になさらずにこの人とこの部屋来ると怖いね、やっぱ毒とか仕込んできそうな、銀食器がなんかくすんでたみたいなあったよね、確かハーフロールルートでやだな。でもあの鏡ってすごく大事なものなんじゃ、悪魔召喚の召喚のなんかものなんじゃないの、道具なんだ。いえいえ、古くて大きいだけですよ。お客様が気にされるようなものではありません。このままでは危険ですし、後で布でもかけておきましょう。そのままにしておいてくださいね。なんかちょこちょこ今回のこのなんかウィンターロマンス版は怪しいところであるよね、篠上さん。やっぱ怖いところあるよね、なんかホラー味がちょっとある。はい、ありがとうございます。どこでそれが回収されるの？うわー、飯だ飯。あー腹減った。なんか肉中心で嬉しいよな、ここの料理。
マダラはすっげえ嫌な顔してたけど俺様たちにはありがてえぜ。装飾系感あるもんな。確かに伊月は装飾系感あるもんな。野菜もキャベツとレタスしかないもんな。あ、タコとイカあったら食ってやるぞ。んじゃ、生卵は俺様が食ってやる。そっかそっか、タコとイカが苦手だったんだよね、キヨは。そうそう、前回読んだね、おまけで。そっか、そこら辺ちゃんと回収されてるの嬉しいな。ことは、初めは生卵苦手なの。結構意外だな。そういや、キヨハル、その腕、どうしたの？ああ、じっと切った。ってことは、あれか、水木は肉嫌いなのか。なんか包帯ぐちゃぐちゃだぞ。巻き直してやろうか。触んだ。いや、いい、このまんまで。そっか。そうか。ほどけかけてて、あんまかっこよくねえぞ。ああ別にいいんじゃねえの、つばつけときゃなんだろう。ちょっと、はあ、ひどい目にあった。五郎くん、ちゃんと、清春くんの荷物はチェックしておいてねってお願いしたでしょ。ちゃんとしたよ。でも清の荷物にいたずらの仕掛けは入ってなかったよ。なんだと。じゃあ現地調達っていうの。じゃああのケムシとかって現地調達したってこと。いやだからお前今冬だっつってんだろ。そっちの方が恐ろしいわ。うわぁ、俺の荷物の中に金魚が入ってる。さあ、いや、そんな格好だったな、お前。そんな感じのスタイルだったな。ちょっと目立つな、その色は。そっか。原色カラーだな。金魚どうやって入ってんだよ。このガムテープと、紐とろうそくが入ってる。なんでバラバラに、なんで分割し入れてあんの。なるほど。他人の荷物に紛れ込ませて持ってきたってわけで、金魚はどうやった。まあ、この合宿中は清春くんにいたずらされなくて済むって思ってたのに。それは無理な相談だな。あいつは人の嫌がる顔と悲鳴が何よりの好物だ。まあ悪魔だしな。お前は店員だけどな。お前は完全にスタッフと化したけどな。本当にいじめっ子やね。ああ、全くだな。お前はいじめられっ子だよな。絡まれっ子だよな。バイト期間中は自分はいたずらされないと思って人ごとね、ハーフロールは。人ごとね、ハーフロール。逃げられると思って。衣笠先生も大変ですよね。部屋の中にカメムシとかケムシとか入れられたとか。僕があんなものを怖がると思っているなんて可愛いですよね、清春くん。そうですね。そうですね。あの程度のもので、あの程度のもの完全に成虫にして返してくるもんな、全部。カメムシも巨大化させて返してきそうだもんな。そうだ、清春くんの話によるとダンゴムシをお返しに送りつけたんだとか。どこで用意したの、あなたも。どうしました、僕をそんなに見つめて。いえ、何でもありません。衣笠先生っていつも笑顔で優しそうだけど、なかなか侮りがたい。はい、では皆さん集まってください。これからこの合宿のスケジュールの説明をしますよ、大鳥くん。みんな分かっていると思うけれど、明日からそれぞれ担当の先生について勉強してもらうよ。初めてまともにそんな話し始めてないか。今までのハーフロールとゴロちゃんルートでそんな真面目に説明してたか。午前中は全体で補習、午後以降は自由時間だ。だが自由にするかどうかはそれぞれの勉強の進み具合で担当の教師が判断する。追試があるやつは夜に子猫ちゃんが直々に補習して、大晦日にテストをする。ああ、羨ましいね。ああ、なるほどな。それ危なくないか、子猫ちゃんが直々補習って。男の子と二人って夜見知らぬ土地で、まずくないか。勉強のサポートは我々が、生活のサポートは支配人がしてくださいます。はい、システムメッセージ感。しょうちゃん、ほんとシステムメッセージ感あるね、そういうこと言わせると。よろしくお願いします。はい、殺人機関。何か質問とか意見のある奴がいたら今のうちに聞くこと。真壁財閥の力は自由時間には使っていいのか。使っていいのかじゃねえ、なんだよこれ。どうやったっけ。用語解説するぜ。真壁財閥、世界に名を轟かせる巨大財閥。現在の当主は真壁、これなんて呼ぶ、なんとか。あー、なんか細かいネタが出てきたな。これはウィングモンルートやると出るのかな。お父さんだよね多分。使っていいのかじゃねえんだよお前それ。この合宿中は却下です。ただし永田さんまでは真壁くんに。なんだよ、含みますって。含みますとは長かった。行います。はい、システムメッセージ。翔ちゃん、翼の耐えれる秘書、はい、108の技能を持っている。謎だよな、含むんですか。胴体ですか。はいはい、食事にタマとポチのキャットフードとドッグフードは入るんですか。まあ入れていいですよ。タマに加えてポチも増えたんですけど、どういうことですか。はじめトゲくん、タマくん、トゲもですか。ポチくんの分は別に用意させていただきます。詳しくは
東雲くんに聞いてください。あれ、ゴロちゃんの、ゴロちゃんの、ゴロちゃんの犬は ミニチュアダックスフントはあれはなんだっけ、名前出てこなくなっちゃった。なんだっけ、イチゴはおやつに入るんですか。あ、イチゴはおやつじゃないですかね。イチゴを野菜に入れるパターンはあんまり考えないけどな。おやつに近いと思いますね、バナナよりは。今のところ予定はありませんが、ご希望ならイチゴもご用意させていただきます。どうやってどうやって調達してくるの。肉抜き、はい、政治宗教信条思考どのようなご要望にも対応させていただきます。あくまで羊ですから。言いそう、しのめさんも言いそう、別に言いそう、悪魔感あるわ。他に質問のある方はいますか。いませんね。あなたは悪魔ですけどね。では皆さん食事にしましょうか。今なんか何個かツッコミどころっぽいとこあったけど、まあいっか。いちごもツッコミどころだろうな多分。ああ、なんか寝巻きの感じになってんな、そらこ。今日は大変な目にあったけど、でもお料理も美味しかったし、お部屋も可愛いし、全体的にはまずまずの一日だったと言えるわね。明日も早いし、今日は早く寝よう。ペタ？まさか入ってるけ？何これ？布団の中に何かベタベタするものが。おう、シュブチャイク捕獲成功だぜ！どういうこと？いろいろどういうこと？どういうことそれ？どういう着こなし？何それ？どうなってんの？せっかくだから猫耳とヒゲもつけてやるか。キヨルートだとやたらと猫化させられるね。いやー、ちょ、やめて、ベタベタして動けない。あ、なんか接着剤みたいな。え、キヨハル君はどうしてこんなことするの？っていうか部屋にいるの？そりゃおめえ決まってんだろ、一回猫耳を襲ってみたかっただけだぜ。あー、ツッコミどころか。全然キヌちゃんより分かりやすいな。ありえるほど分かりやすいな。どうせなら猫みくらいにしてほしかったです。襲ってほしいの、そらこ。簡単にいいのか。絶対ダメです。ま、俺様が何やりたかったかっていうと。何今の。え、ドロイドブチャの顔いただき、そんじゃな、おやすめ。おやすめ。これもツッコミどころか。ツッコミどころか。ツッコミどころじゃないと思うけどな。なんかちょいちょいちょっとやっぱあれだな、バグってんな。ちょっと調整必要かな。調整必要かあるな。キワハル君にそんな趣味があったとは知らなかった。いや、趣味してすまねえんだけど、猫身を襲うのは。おい、なんだその生ぬるい目は。うん、また新たなキワハル君に会えて嬉しいなって感動してたの。だからおかしいって、猫身を襲う趣味はやべえって。それはそういう関係ができている時はまああるかもしれないけど。ま、俺様が冗談で受け取れるかもしれないけど。どうしよう、おでこにお休みのキスされちゃった。あ、そっか、ウィンターロマンス版結構甘々なんだよな。甘々っていうか割とグイグイ来るんだよな。で、照れてる場合じゃない、誰か助けて。そっか、ベタベタしてんの。はたまたひどい目にあったわ。大丈夫ですか、ね、先生。ねえ、勝手に部屋に入ってこないで、ノックしてあなたたち。ええ、助かりました、ありがとうございます。あ、助けてくれたの。いえいえ、お気になさらず、我々はお客様に快適に過ごしていただくためにいるのですからね。今日は篠梅さんに迷惑ばかりかけているな、本当に申し訳ない気分。何かありましたら私かバイトの七瀬くんが対応します。アフロール、どんな小さなことでも気軽にお呼びください。アーフロール、そこに埃が落ちてるわ、取りなさい。お嬢様プレイ、アーフロールと。ありがとうございます。しかしシーツは取り替えればなんとかなりますが、パジャマは洗濯をしないとダメですね。どうしよう、替えのパジャマなんて持ってきてないわ。もしよろしかったらこちらをお使いください。やめろやめろ、バニーとかじゃないだろうな、やめろ。お前の趣味出してくんなよ。え、これってさあどうなる。パジャマを持っていらっしゃらないお客様もおりますので、洋館にいつも置いているものです。引っ張るな、何が来る。ありがとうございます、助かります。念のためにちょっと体に合わせてみますね。あ、ぴったりです。ちょっと待って、引っ張ってくるな。何、はあ、似合っていますよ、とても。怖すぎるんだってこの人。え、あの失礼しました。俺の予想だとキヌちゃんが召喚した悪魔悪魔執事でラスボスだと思うんだよな。全員のルートクリアした時にキヌちゃんの制御を外れて暴走するっていう、そういう展開だと思ってんだから。